ナマステ。おはようございます。いつみです。ヨギライフ、朝のセルフケア、パート2は、朝、起きてから洗顔、歯を磨いたり、トイレに行ったりする、その一環の中に加えていけるセルフケア、美容と健康のためのスキンケアをご紹介します。インドのアルベーダのマッサージでもあるアビアンガ、そして、下ベラをクリーニングするのをご紹介します。で、これはですね、私インドに住んでる時よく家庭で見てたんですが、最近私も使い始めました。で、歯ブラシでよく下ベラきれいにしていたんですが、これを使うとシャシャシャっと1回、2回、3回、4回ぐらいでとっても綺麗になります。これどうして使うかっていうと、下ベラ出して、そして綺麗にします。で、あと水でシャーッと洗えば OK。で、口ブクブクとします。洗顔をしながら意識をしていただきたいところ、顔の筋肉をマッサージするように意識をしながら洗顔するといいと思います。顔の筋肉をリラックス。で、体全体の筋肉よくストレッチとかしますが、顔の筋肉にも必要です。で、顔の筋肉をマッサージして緩めていく。で、次に、洗顔を終わって、歯を磨いて、下ベラもクリーニングしたら、ドライブラシは、これ豚の毛ですね。豚の毛。で、古い角質を落としてリンパの流れを良くします。で、心臓に向かって、だから末端から足の指先から、違う、足から、手の指先からスタートします。だから円を描いてマッサージしても良いし、こう描かなくてもマッサージしていきます。で、この時にゴシゴシあまりやらない。特に始めたばっかりとか、買ったばかりの豚の毛っていうのはまだ硬いので、柔らかくなるまでは、優しくブラシをしていきます。で、特にこの角質、皮は硬いところ、肘とか膝ですね。というのは念入りにやっていきます。で、皮膚の柔らかいところ、弱いところは、なるべく何回も擦らずに軽く優しくやってみてください。で、このドライブラシすごいのは皮膚がポカポカ、皮膚からポカポカと温まります。なんか冬とかにやると非常にいいですね。特に足の先とか手足の先は結構冷たいですよね。これをやっていくと、ドライブラシで結構温まるんです。で、体全体マッサージしますが、避けたいところはやっぱり皮膚の弱いところ。そして、また内股はなるべく避けた方がいいですね。で、自分がちょっと痛いかなって思ったところはやらない方がいいです。体を磨くようですね。体をの皮膚から磨いていくような感覚でやっていきます。今度はオイルマッサージです。で、私の住んでいるカリフォルニアは超乾燥地帯なので、オイル必要です。私の使うオイルはココナッツオイル。でも、インドに住んでいるときはアーモンドオイルをよく使ってましたね。アルベーダではゴマオイルを使うことが多いです。ごま、アーモンド、オリーブオイル。私、このココナッツオイルを使っていますが、このココナッツオイル、実は、このドライブラシの間に、口に、そうですね、テーブルスプーン、だから大さじ1杯ぐらいのオイルを口に含めます。で、これ、口臭予防に良いとされています。約20分ぐらい、口の中にそのオイルを含めて、ブクブクブクとしています。なので、
このブラシマッサージをする間、オイルマッサージをする間、20分ぐらいだいたいかかるんで、ちょうど良いんですね。誰も喋るわけでもないし。で、このオイルを口に含めて、ブクブクしながら、ドライブラシして、その後、アビアンがオイルマッサージ。で、キッチンに置く用と、これはバスルームに置く用と分けていますが、オイルマッサージは、自分の結構な量を私は使います。ここ乾燥地帯なので、湿気の多いところにお住まいの方、日本にお住まいの方は、量をたくさんにするとベタベタになって不快になるかもしれないですね。湿気の多いところでは、自然に出てくるこの汗と油で結構肌が潤っているので、そんなに量を多くしなくてもいいかなと思います。でも、カリフォルニアだとあっという間に乾燥してしまうので、結構な量を私は使っています。で、特にですね、乾燥してくると、特にこのあたりの私、乾燥してくると痒くなって、ブツブツができていくんです。で、このココナッツオイルをやり始めたから、結構、その肌のトラブルが解消してきたかなと思います。で、このマッサージをするこの動きですね。手の動き。全身運動。この足も全部やるんですよ。体全体。そうすると、結構体温まるんです。この動作をするだけでも。この何回もゴシ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 やるわけですよね。そうすると体が結構温まります。手足から始めて、だから末端から始めて、脳の体の中心に向かってマッサージをマッサージしていくと、良いと思います。そして、自分が気になっているところ、やっぱりそこに手を加えてあげる。自分が気になっているところというのは、ちょっとほっそりしたいなと思うところとか、ここのブツブツを乾燥しているから、もうちょっと皮膚を改善したいなと思うところには、特別に意識をして、ケアをしてみてください。こう全身にした後、全身につけますね。足、特に肘とか、このくるぶしですね。は、かかと。くるぶしにはよくつけましょう。オイルをつけて乾燥するところ。オイルをつけて、古い角質。ドライになった角質にも潤いを与えます。で、首の後ろ。で、この首のところ、ちょっとこの部分だと首がなかなか出ませんが、ね、首、そしてここの、ここですね。なんていうんですか、ここの鎖骨が見えるところ。で、オールでマッサージしていきます。で、ヨガを教えてると肩を出すことが多いんで、ヘア、スキンケア大切です。では、次、オールが、このスキンに浸透している間、この待ち時間の間に、私はタオルを使った運動、筋肉トレーニング、またはストレッチを、他のビデオでまたご紹介します。次はタオルでマッサージです。で、アビアンが、アイルベーダのアビアンのオイルマッサージでは、このオイルマッサージした後はシャワーに入ります。もしかしたら湿気の多い日本とかでは、このオイルマッサージをした後にシャワーをしてオイルを適当に流すと気持ちよく一日を送れるかと思います。で、ここカリフォルニアでは乾燥しているので、このオイルを残しておきたいので、でもすぐに服を着てしまうと油分が服についてしまう。オイルを拭き取るという目的もあり、このタオルでマッサージします。こうすると古い角質がこのタオルと共に取れていく。赤とかも取れていきます。後ろはもちろんこうして両手でゴシゴシとしていきます。で、背中もゴシゴシとしていきます。で、この時に姿勢よく、筋肉を使っている姿勢を伸ばしながらしていくと良いと思います。自分が動かないところ、いつもあまり動かさないなと
というところですね。皮膚または贅肉など、やっぱ動きを加えることがスリムダウンにもつながるので、そういうところをこのタオルでマッサージしながらプルプルと動かしてあげると良いかなと思います。特にお腹とかね、お腹とかウエストラインとか、私がいつもやるのはこうしてお腹とかをこれ本当は皮膚にやるんですよ。こうしてやるとかね、オールマッサージじゃなくてタオルマッサージね。でこういうふうにやったりとか、姿勢よくね、で顔も首、顔、この気になる二重顎の気になるところは、これもね、気になるところ。で、こうして全身からココナッツオイル、オイルを拭き取ったら、服を着ます。で、服を着たら、明日のセルフケアパート4になるヨガをします。洗顔、歯を磨く、下部屋クリーニングする、そしてトイレに行くという従来のセルフケア。で、二つ目はドライブ足、マッサージね。で、三番目はオールでマッサージ。で、次はタオルでマッサージ。で、その、今4つありましたね。4つの段階の間、歯を磨いた後にオイルを口に含めて、口の中で口臭予防のためにブク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 としています。で、このブク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 している間に顔のマッサージ、顔の筋肉を鍛えるのも目的にして、いろんな方に口を動かしてみると良いと思います。で、ここの筋肉を緩める。だからブクブクしながら、ブクブクすると、ここがプル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 と動きます。で、それも美容にとってもおすすめです。そして最後5つ目になりますが、朝1杯のお湯の中に、温かい水、おさゆにレモンを絞ったジュースをちょこっと、そして塩、私はヒマラヤの岩塩を料理に使ってるので、それをパラパラっとかけます。で、塩味が気になる方、そして酸っぱいの苦手な方は控えめにしながら毎朝飲むことで、朝の消化、腸の動きを活発にし、消化を促します。あなたの朝のセルフケアに加えてみてください。オイルをつけている間、その待ち時間にできるトレーニング、意識改革、脳の意識改革をするトレーニングをまた別のビデオでご紹介しています。ぜひそちらもご覧ください。今日も良い日になりますように。ナマステ。